新聞。桜島では今日も火山性地震が午前9時までに44回と、おとといまでに比べて多い状態が続いているほか、地殻変動も引き続き観測されています。日本鹿儿岛樱岛火山近日火山性地震频传，日本气象厅紧急将火山喷发警戒提升到第四级。急激な変化が起こってますので、もう今すぐ噴火が起こってもおかしくないとは思ってます。而居民度过了惊慌的避难夜后，16号仍然有家归不得。もう帰りたい。もう一晩でコリコリですが。見れないの本当に慣れないからね。いつまで続くか。皆さん不安でしょうね。五天前才重启的川内核电厂一号机，距离樱岛火山50多公里。九州电力公司挂保证，核电厂安全无虞。光是十五号一天，樱岛火山就发生1028次火山性地震，岛内还观测到4次震度2或1级的摇晃。虽然往来鹿儿岛和樱岛的渡轮照常运行，但岛上观光设施都已经关闭，让樱岛观光直接受到冲击。警報が鳴り終わったら親とか友達とかみんな心配して、だからもうすぐ帰ってきた。对日剧迷而言，樱岛火山是大和剧赌机的故乡圣山。唯恐火山随时都可能发生大规模的喷发。